危ないですかね。そこ危ない。あ、洗濯機のドアっていうか、かなりやばいですね。はい、というわけで今回はアンテナの家とねいうところに来てます。でこれからねちょっとね行ってみようかなと思うんですけど、あのちょっと聞きたいんですけど、あのこの辺ってちょっと一風変わった家があると聞いたんですけど。危ないですかね。そこ危ない。あ、結構なんか言われますかね。相当取るんじゃないけど、まああんまり変わらん方がいい。すごいな。アンテナてっぺんにはボールみたいなのがあったり、どっから取ってきたかわかんないようなね。このまま、やね、無断で置いてんのか、それとも自分の土地で置いてんのかわかんないですけど、この近辺に住んでる人たちは、まあ、なんか近づくなみたいな言ってたんですけどね。まあちょっと気味が悪いというか、これがあったのかわからないですけど、すごいやばいな。あ、洗濯機のドアというか、あれですよね、塔というかね、近づくなということだったんですけど、かなりやばいですね。すごっ、激しいな、看板が。
こんにちは。すごいですね、これ。あ、すごいですね、なんかいい感じですね。結構こんなん好きで、ね、作品ですね、芸術ですね。はい、というわけで、こんな感じでしたね。ちょっとね、最後の方に声をかけてみたんですけど、そうですね、結構ね、リスポンスが悪いですね。話しかけたら普通に、まあ、こんにちは言ったんですけど、まあ、ちょっとこれいいですねとかいろいろ言ったんですけど、なんかね、結構ね、重い雰囲気がね、したんですよね。いやー、ちょっとね、やばいかもしれないですね、ちょっと感じがね。もう黙々となんか作ってたんで、確かにあんまり近づかない方がいいかもしれませんね。今日はね、こんな感じでしたけど、まあ、こういうところがね、あるということでご理解いただければなと思ってます。はい、で、まだね、インスタグラムもあるんで、実力スピチューブっていうで打ってくれたらインスタグラム出てくるんで、まあ、メンバーのインスタグラムとかあるんで、まあ、本ちゃんアカウントとか、まあ、メンバーのアカウントね、登録してくれたら助かります。はい、というわけでまたね、スピチューブの方よろしくお願いします。ではね、また。この動画をいいと思ったらグッドボタン、悪いと思ってもグッドボタン、チャンネル登録もよろしく。